こんにちはフフィーフィーです韓国の自動車業界で今とんでもない問題が起きているんです。それが電気自動車の爆発炎上。これがニュースになったのは世の中がコロナのパンデミックで大騒ぎになっていた今年の5月でした。まあね、爆発炎上といえばあの韓国の携帯が、ね、爆発するなんていう騒ぎも、まあ、過去にはあったんですけれども これね、車が爆発するっていうことは、これ本当にすごいことなんですよね。もうこれ被害も大きくなりますし、日本では考えられないことなんです。ヒュンダイの電気自動車が過去1年間で14回も爆発炎上する事故を起こしていたことが発覚しました。 これ韓国の国内だけではなくてカナダやオーストラリアでも事故を起こしていてカナダで起きた事故では充電中でもないのに爆発して車庫の屋根が吹き飛んだらしいんですね。 まあ日本ではほとんど見かけないヒュンダイの自動車なのでこの件は多分、まあ、テレビのニュースなんかでは取り上げられなかったと思うんですよねだからこそえ今日は一体ヒュンダイの電気自動車に何が起きているのか詳しく、まあ、このチャンネルでお話ししたいと思いますえまず6月14日朝鮮日報がこのように報じました今年5月29日 韓国テグ市のとある野外駐車場で充電中だったヒュンダイ自動車のコナ、これが電気自動車なんですけれども、この車から火災が発生したと。で、車は全焼しましたが、幸い持ち主は車の外にいたので、人的な被害はなかったそうです。 しかしこの件があってこのコナというヒュンダイの電気自動車を所有している人たちからは不安の声が上がったんですね。というのもヒュンダイの電気自動車コナの火災はこれが初めてではなかったからなんです。実は去年から今年にかけて国内外で発生したヒュンダイの電気自動車コナの火災はニュースになっただけのもので14件もあったんです。 ただ、この電気自動車コナンによる火災、そして事故の経緯がそれぞれ違うと言いますから、これがね、もっと不安になります。えまず、 去年7月にはカナダのモントリオールで自宅の車庫に停めてあったヒュンダイの電気自動車コナが爆発を起こしています。これさっき冒頭でお話ししたものですね。その時車は充電中ではなくて充電器もコンセントにつながれていなかったのに車が爆発したといいます。この爆発で車庫のシャッターが吹き飛ばされて屋根も壊れたらしいんですね。 えまた、オーストラリアでは、走っていたヒュンダイの電気自動車コナから火災が発生しました。えそして他に、韓国のカンヌン市では、充電中だった車から出火したり、また、韓国のセジョン市では、充電を終えて、充電器につないであった状態の車から火災が発生したんですね。まあ、他にも全部で14件車両の火災が報告されています。 えこうしてそれぞれが異なる状況で火災を起こしているわけですが問題はこれまで発生したヒュンダイの電気自動車の火災についてこのヒュンダイが確かにこう見ていくとこれまでの事故でその状況はバラバラで火災の原因となる共通点もまず見つけることだけでも簡単ではなかったでしょう。 え充電器をつないだ時も充電中も充電終わっててもまた充電器をつないでいない時もそして走っている時も炎上してしまうえ何が原因かわからないままでヒュンダイの電気自動車コナを所有しているオーナーたちは不安な日々を送っているそうです。 えせめて原因が分かれば対策を取れるのですがそうもいかずにただ、自分の車がいつ燃えるのか分からず火が休まらなかったそうですえただ、幸いこれまでの事故さっきも言ったように人的な被害はなかったんですけれどもこれでもですよもし車の中に人が乗っていて被害に遭っていたりまた隣の車や物家に火が燃え移っていたら大変なことになっていました。 エコナを所有するオーナーたちの間では何も対策をしないヒュンダイへの不満の声が上がっています。車両火災は致命的な事故につながるのに、車を販売するだけでこの問題に対して何も対策を取らないとはどういうことだと起こるのも当然でしょう。この問題が起きてからも ヒュンダイはこの電気自動車コナーの販売をしばらくは続けていたというから驚きです。本来であれば事故の原因が車の製造の過程で起きた欠陥によるものなのか、それともバッテリーの欠陥によるものなのか、それとも充電器の問題なのか、または所有者の使い方つまり過失によるものなのか、これをヒュンダイが、まあ、なるべく早い段階で明確にしなければ けければいけませんただ6月の時点では5件のねもう車両の火災が報告されていたというんですけれども5件というまあ事故の件数を少ないと思ったのでしょうかこの時はこの問題をずっと放置していたんですねそれによって韓国の電気自動車の評判はガタ落ちしました大きな事故を起こす車を誰が信用して乗りたいと思うでしょうか で今年の10月頃からはこの韓国の電気自動車コナに限らず、まあ、世界でね電気自動車のリコールが相次いだんです。でその原因が電気自動車の電池と電池管理システムこれ BMS というんですけれどもこれだということが分かってきた。 そして韓国では自動車メーカーと電池メーカーそして政府が責任のなすり付き合いで争う事態にまで発展しました。というのも実は世界の電気自動車の電池は韓国の企業が世界で最も大きなシェアを占めているんですけれどもただ世界的なリコールの動きで今後ね韓国のシェアは大きく落ち込むだろうと言われているんです。 でこの問題については12月8日に中央日報が新たなニュースを報じています記事によるとこれ電池だけではなくて今度はブレーキの問題も発覚してでこれまでもヒュンダイがこのコナの自主的なリコールを始めていたんですけれどもブレーキ問題が分かって政府から今度は政府からリコールするように指導があったということなんですね。 でヒュンダイとキアこのキアというのはヒュンダイと同じグループ会社なんですけれどもこのヒュンダイとキアで合わせて47車種の8万2657台から製作過程で欠陥が発見されたのでリコールをすることになったと発表していますブレーキ警告など点灯している時にブレーキペダルが重くなったりとかまたブレーキがまともに作動しない可能性が確認されたそうなんですね 電池もダメで、それだけでなく自動車としては基本的なブレーキもダメとなれば、これ、自動車を作ること自体基礎的なことから韓国は見直さなければいけないのかもしれません。ヒュンダイは日本に進出するなんていう話もありますが、事故を起こすかもしれない車を乗りたいと思う人がいるでしょうかまたね、ここが気になるんですけれども、自動車保険も高くなるのではないでしょうか さてここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィーフィーチャンネルの登録もお願いします